ジジイは答えない。ジジイは答えない。全く答えない。コンビニでさ、買ったんだよ。コンビニで、番外編があったよ。リマスター版が出てたから、買ってしまったんだよ。マスターキートン。マスターキートンさ。マスターキートン。マスターキートン。それで、ヤワラの原作さ。ヤワラちゃんの原作。ヤワラちゃん可愛いよね、これ。浦沢直樹さんとかやわらちゃん可愛いんだよ、ね、結構キュートな、ティーネージ柔道ギャルで、ティーネージャーの柔道ギャルで最初は出発して、こう柔道部女子でかっこいいし可愛いしキュートな、やわらちゃんで、田村さん柔らの原作漫画好きなんだな。まあじいちゃんの頃はさ、現場行く途中にさ、現場から現場行くじゃん。まあいわゆる中央線に乗らない、中野駅で、総武線だっけな、あ、東西線に乗り換え、中野駅から東西線に乗って千葉の幕張メッセまで現場に向かう途中、長時間の長旅じゃん、電車の。だから電車に乗ってる間、漫画雑誌を読むっていうね、それ日課だったんだけど、通勤時間中にね、まあその日のうちに、いわゆるホームレスさんとか、まあそういうプータローさんとか、まあそういう、人とか、前日っていうか当日のもあるんだよ。当日の漫画雑誌を、なんていうの、荷台にこう、みんな通勤時間読むじゃん。いろんなビッグコミックなんとかとかさ、ビッグコミックスペオじゃない、スペオスペリチュアルとかさ、スペリオールとかさ、まあビッグコミックオリジナルとかさ、まあそういうのが、もうで通勤時間に読んで終わったやつをもう荷台に上の網にこう捨ててあるのをホームレスさんが拾って、それをマンダラケっていう、古本屋とか、まあそういうオタクの卸業者にこうバーッと買い取ってもらうんだよ。それで当日出た漫画雑誌が当日に100円で中古で読める、古本で読めるっていう、そういう100円で当日の漫画雑誌を夕方頃買って、で次の日の朝現場へ向かう途中、中野駅から東西線で千葉の方へぐーっと行く時間の間ずーっと見てるっていう。
まあディズニーランドのちょっと手前あたりにでっかい展示会場があって、そこを現場でさ、長旅ね、現場ついても結構広い展示会場だからもうやることないんでっていうな、まあ歩いてばっかりいるんだけど現場行ってもな、で現場で、まあ、読んでるっていう、現場行く途中通勤時間に漫画、結構漫画オタクだからな、マガジンのティコペまあ俺なんかはだいたい山本家は右翼の家系であるからして、まあだいたいお前の親父な、お前の親父は五郎っつって、俺が56歳の時に生まれた子供、お前の親父かな、五郎、お前の親父五郎だろ、56歳で、俺は智樹だ、チーシューって言う、チーシュー、ね、で、まあ右翼っていうか、まあ、いわゆる職業軍人の家系として生まれたからといって、山本家としては「リメンバーパールハーバー」みたいな感じで、なんて言っていいのかな、まあ平和維持軍、自衛隊の PKO 平和維持軍、平和維持軍、平和維持活動、もう平和の維持のために頑張ってたんだけど、PKO オレンジペーコーって、それはかなりおしゃれな、なんかスイーツかなんか、渋谷系ソフトロックなんですか、オレンジペーコー PKO みたいな、まあそんな PKO 活動をやってる時に、まあ内地から日本から大臣がハイヒール姿で慰問に訪れたんだな、ともちゃんパンよ、いないだな、ともちゃんが結構オタクなんだろうな、コスプレ好きなんだ、あれな、結構コスプレ姿が画像検索で出てくるけど、まあ俺としては結構スーパーデルモが好きだからさ、デルモのスーパーストラットをこういつも眺めてはキュンキュンしてるんだキコッペ、ね、キコッペ、キコッペのファンだから、じゃあまあちょっとスケボー活動に向かいます。